ひまりちゃんにもね、うん、ちょっと作ってきたんですよ。嘘、うん、衣装あるの？あるよ、新衣装。なんだろう、じゃーん。ひまりちゃんのために、ひまりちゃんによく馴染みそうなロゴを印刷した T シャツを作ってきました。ひまりちゃんのためにね、ひまりちゃんによく馴染みそうなロゴをプリントした T シャツを作ってきました。それがこれなんだ。そう。なんで？まず色がさ、青、黄色、白でさ、うんうんうん、ひまりちゃんも同じようなカラーリングじゃん。そうだね、うん、確かに、うんうん、よく使ってるしね。そう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 、そうだね、お世話になってますわ。うん、はぁ、なるほどね。いや、めちゃくちゃ似合ってる。じゃあこれでずっと活動しよっかな、うん、夏は。あー、いいんじゃない。うん、やっぱ長袖で暑かったんだよね。あー、そうだよね、うん、ちょっと暑いんじゃないかなって気になってた。いや、助かりますわ。つくちゃんの白衣もさ、うん、結構頭いい感じに見えるよ。でしょ。うん、漢字順に落ちた人には見えないよ。なんでしょ。うん、やっぱこう形から入ってくの大事だからね。大事だね。うんうん、じゃあこれで見た目から賢くなったつくちゃんは関係一級を目指して頑張るんだね。一級やれ。あー、そうっすね。やれたらやるってやつですかな。やれたらやる。そうだね。今後もこういうの作っていくの？うん、これね、1個うまくできれば、うんうん、この印刷するシルクスクリーンっていうやつさえ作れば、うん、めちゃくちゃ擦れるから。おうおうおう、そう、これ1枚やって、もう1枚やって、もう1枚やってってやればグッズ化もできるかもしれない。つくちゃんの手作り T シャツ、手作り T シャツができるかもしれない。いいですね、うん、ブースで販売しますか。販売しますか。まだね、つくちゃんのグッズ出てないからさ、うん、そうだね、今後の展開に目が離せませんの。期待しててくださいね。イエーイ。というわけでね、これ簡単に買えるグッズでできるから。あ、そうなんだ、うんうん、材料は簡単なわけですね。簡単なんですよ。はい、ぜひこの夏はオリジナル T シャツ作って着てみてください。さい。